森清は、日本の医師、医学者。学位は博士。静岡県立総合病院人造研究科部長。静岡社会健康医学大学院。大学社会健康医学研究科教授。静岡県立大学薬学部特任教授。京都大学大学院医学研究科特定准教授。などを歴任した。京都大学に進学し、医学部にて学んだ。 1990年3月、京都大学を卒業した。在学中に、医師国家試験に合格しており、1990年4月より、神戸市立中央市民病院にて、内科の研修医として勤務した。また、京都大学の大学院にも進学し、医学研究科にて学んだ。1997年3月、京都大学の大学院における、博士課程を修了した。 それに伴い、博士の学位を取得した。大学院終了後、1997年4月より、日本学術振興会の特別研究員となった。その後、アメリカ合衆国に渡り、2002年4月より、コロンビア大学にて医学部の博士研究員となった。日本に帰国後は、2005年10月より、母校である、 京都大学の大学院にて医学研究科の産学官連携講師となった。2010年4月、京都大学の大学院にて医学研究科の特定准教授に承認した。2016年4月、静岡県立総合病院に転じ腎臓研究科の部長に就任した。また、同年4月より、静岡県立大学において薬学部の特任教授を兼任した。 薬学部においては、主として薬学科の講義を担当し、分子臨床薬理学分野を受け持った。2021年4月に新設された静岡社会健康医学大学院大学では、社会健康医学研究科の教授に就任した。高中級ゼラチナーゼ結合生リポカリンの模式図専門は医学であり、特に薬理学、一般内科学、腎臓病学、 分子生物学といった分野を研究していた。具体的には、糖尿病成人症について、その病態や治療法についての研究に従事していた。また、急性人症害や慢性腎臓病のためのバイオマーカーの研究にも取り組んでいた。京都大学の第二内科に入局して、以来、腎臓における新規細胞間の情報伝達分子について研究を続けており、 高システインタンパク質61がメサンギウム細胞の誘送を防ぐことを明らかにしている。コロンビア大学に留学した際には、腎の上皮下誘導因子として高中級ゼラチナーゼ、結合性リポカリンの単理に成功するとともに、急性腎不全において、尿細管、血液、尿の中に高中級ゼラチナーゼ結合性リポカリンが極めて増加することを報告した。 日本に帰国後も、高中級ゼラチナーゼ結合性リポカリンが、慢性腎臓病の重症度や治療効果の測定時に有用であることを提示するなど、バイオマーカーとして活用することを試みてきた。その研究成果については、日本腎臓学会の放送選考委員会より、高い先見性をもって、最先端の研究手法を開発。 駆使し、腎疾患の病態形成に関わる新しい分子メカニズムの発見と臨床応用を実現したと評されており、日本人造学会から腎臓における新規細胞間情報伝達分子の探索と臨床応用に対して大島賞を授与されている。また、成人血管病研究振興財団からは若手研究者奨励賞が授与され後に。 成人血管病における新規分泌シグナルングルの診断的治療的意義に対してイムラリン症、研究症例賞も授与されている。さらに、シグナルシークエンストラップ法によるマウス腎臓のスクリーニング及び新規、膜結合型炭酸脱水酵素の単理と解析に対して、日本新血管内分泌代謝学会から若手、研究奨励賞が授与されている。その他、 分子腎臓研究会からも、研究者奨励賞が授与されている。なお、日本内科学会の認定医、総合内科専門医、指導医や、日本人造学会の認定専門医、指導医に加え、日本透析医学会の専門医の資格も所持している。ありがとうございます。